直撃富山流ビジネス戦略、司会の西美香です。今回も一緒に企業を直撃してくださるのは兵庫県立大学大学院の内田康郎教授です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生はこの春から富山大学から勤務先が兵庫県立大学大学院に変わられた、はい、ということなんですよね。この4月から私神戸におりまして、はいはい、ただけどまだ富山大学でも一部授業を担当しております、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、この番組で出ていただけると、はい、よろしくお願いいたします。さあ今回は今年で創業70周年を迎えた株式会社花形にやってまいりました。一体何を作っている会社かといいますとですね、商品をプラスチックフィルムで包装する、この自動包装するための機械を作っている会社なんですよね。こういう形は我々よく目にしますけれども、はい、これを包む機械は我々普段買いませんから。そうですね、見たことはないですね。見たことないですよね。ですからあんまりこう馴染みがないような印象はありますけども、はい、だからこの機械の売り上げで国内では 70% のシェアあるそうですよ。すごいですね。アメリカでは 50% ということですね。アメリカで半分というのはかなりの規模ですよね。これは儲けの秘密ありそうですね。ありそうですね、はい、ではビジネス戦略探りに行きましょう。行きましょう。今回のビジ戦は富山市でシュリンク包装機を製造する花形を直撃。シュリンク包装機の国内シェア 70% を誇るトップメーカーです。しかし2011年リーマンショックの影響で売り上げが急降下。そうですね、あまりにも急激でしたので、大変こたえましたね。その窮地を救ったのは顧客の漠然としたイメージをすぐに形にできる技術力。一貫した生産を行っております。なんと部品の製造から塗装組み立てまで全て自社工場で一貫生産しているんです。で組み立てた結果やはり部品の都合が悪いところが発生してももう1時間のうちには修正された部品が手に入ると、それが一番の強みだと思いますね。部品の意味が分かれば素早く対応できるんですよ。その素早く対応できるということは誰を喜ばすことができるかとお客様ですよね。今回は開発力と技術力を武器に包装機業界のトップを走り続ける花形のビジネス戦略に迫ります。直撃富山流ビジネス戦略は今勢いのある企業にお邪魔して直接社長から儲けの秘密を聞き出そうという番組です。ではゲストをご紹介します。株式会社花形、花形敦史社長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。花形さんはシュリンク包装する機械を作ってらっしゃるということで、はい、最近はもういろいろとこういった製品見かけますけれども、ね、はい、かなりお忙しくなってらっしゃるんじゃないですか。そうですね、当社の場合は非常に製造業多岐に及んだお客様がいらっしゃいます。食品だけではなくて非食品と言われる例えば、印刷物であったり電気部品機械部品であったりそういったお客様多いですね。非食品の分野といいますと包装工程を人手に頼っていたと、従来人手作業で包装していたというお客様がほとんどでした。少子化も相まって高齢化も相まって人手不足という中でその包装工程を見直したいというお客様が非常に増えてきたという中で我々の包装機械に対するお問い合わせも増えてきているというのが現状ですね。さあでは具体的にどのような企業なのかを見ていきましょう。参ります。花形を直撃。富山市横内にある株式会社花形は1948年に花形プレス工業所として創業しました。従業員69人、年商11億円のシュリンク包装機メーカーです。ちょっと聞き慣れないシュリンク包装、一体どのようなものなのでしょうか。社長の弟、花形常務に教えてもらいます。シュリンク包装はですね、熱をかけるとこう縮む特性のフィルムがありまして、このフィルムにドライヤーで熱を加えると、わっ、すぐ縮むんですね。熱を加えることおよそ30秒、こんな感じになります。これ完成。はい、完成になります。
長よくこうお店とかで見ますね。あ、そうですそうです。こういった形で多くシュリンク包装というものが使われております。花形ではこのシュリンク包装を自動化する機械を製造しています。こちらの機械に包装したい商品を入れると自動的にシュリンクフィルムがセットされます。続いてシュリンクトンネルと呼ばれる機械の中で熱が加えられきれいに包装されます。花形が独自に開発した自動包装機、完成させたのは社長の父親で会長の俊幸さん。これから10年後20年後安心した企業にするために何をすればいいか、やはりプレス屋よりも一つ商品を持って行った方がやりがいがあるんじゃないのかな。俊幸会長は自動包装機に花形の社運を託すことを決めます。シュリンクフィルムをコンベアにどのように組み込めば自動化できるのか試行錯誤を繰り返します。自分に変な自信があったような気がします。これだけのもんならうちの企業でできるんであると。アイデアが浮かぶとすぐに試作機を作り問題点を洗い出していきました。そして開発を始めてから5ヶ月花形の未来をかけた L 型自動包装機が完成。これが包装業界に革命をもたらすことになります。この花形の包装機を20年以上使っているのがジャポニカ学習帳で有名な文具メーカー昭和ノートです。大きいものから小さいものまで包装できますのでとても助かっています。そう、花形の自動包装機最大の特徴は商品の大きさを選ばないこと。通常サイズのノートから小さなメモ帳まで何でも包装できます。しかもサイズ変更はわずか1分。多品種少量生産に対応した世界で初めてのシュリンク包装機だったのです。ところでそれまでの包装機はどのようなものだったのでしょうか。大量生産品用の高速機で、しかも専用的なね、サイズしか流れないと。当時主流の専用サイズの高速包装機の相場は500万円以上でした。一方花形では半額以下の200万円で販売していきます。この使い勝手の良さと安さが評判を呼び受注は殺到。これまでなんと9000台以上を出荷しています。現在花形のシュリンク包装機の国内シェアは 70%、 アメリカでは 50% を占めるまでに成長しています。さらに花形の最大の売りは開発力。職員から建材など多岐にわたる顧客のニーズに対応するため世界で一つしかないオリジナルの包装機を製造しています。そこの生産技術のその部員になったつもりで考えなさいというふうにまあ常々言っています。花形では顧客の視点に立った製品が次々に生まれています。食品スーパーの要望で生まれた白菜専用の包装機。こちらは長さを無制限に包装できるフレキシブルな機械です。俊幸会長の開発魂が今の花形を支えています。こちらのショールームには L 型自動包装機の第1号 HP10 が展示されておりまして、一段高いところにね展示されているんですよね、はい、やっぱり花形にとってこの HP10 というのは特別な存在なんですかね。今や私どもの包装機のラインナップも非常に増えました、はい、だけれどもその源流になるのがこの HP10 だと思います。
当時価格的にもね、先ほど話がありましたけれども、はい、他社は専用機ではあったけれども500万円すると、はい、それを200万円で作ったっていう話ですね、はい、その価格を下げるというところで、ね、かなりご苦労があったかと思うんですよ。部品一点一点の作り方を見直しました。他社の機械というのは切削系の部品が多く使われていた、うん、それに対して私どもは板金加工品を多用して作ったというところはまず大きな違いです。それによって加工時間も短くなりますし、部品の点数にも変わってきますし、コストという意味でも安く作れたというのは一番大きな要因ではなかろうと思いますね。ということはそれまでの活動事業内容が生かされているというそういうことですね。そうですね、私どもの創業花形プレス工業所で、培われた精密板金技術というのがそのまま HP 点型に生かされたということになります。お客様によっていろんな使われ方はされているかと思うんですけど、はい、カスタマイズの割合ってどのくらいなんですか。7割から8割ぐらいはカスタマイズした機械になるかと思いますね。そうですか、はい、7割から8割はじゃあもう一から全部開発をされるということですね。 そうですね、その機械をお客様の製品に応じて、設計が機械を、図面を起こしまして部品作りをして組み立てていくと。またお客様によってもその製造環境というのが場所が狭いとか広いとかありますんで、機械のサイズもやはりお客様の指定によって、作り込んでいくと。もう一からお客様のために機械を作るというのは基本的な我々の設計思想になります。もうこれ設計担当する方大変ですよね。全てが違うわけですもんね。そうですね、お客様の要望をいかに吸い上げるかと、で吸い上げていかにそれを図面に落とし込むかというところが設計の腕の見せ所になりますね。板金プレスのお仕事をされてから、はい、この L 型の方に変わって、はい、つまりそこでチャレンジがあるわけですよね、はい、でさらにそれでカスタマイズすると、はい、で価格は競合よりもかなり安くなってる。 その時にただ単に価格を安くするだけではなくてね、いろんなお客様のニーズに合わせることをされてるわけですよ。そうですね、要するにより高付加価値化してるわけですよ、はい、ですから常にこうやっぱチャレンジしてるっていうことが感じられますね。そうですね、うん、単なる既製品を売るのではね、お客様は満足されませんので、やっぱりお客様が本当に望む製品を作るというのが一番大事なことかなと思っております。では花形のことが少し分かったところで、続いてはどのようにして売り上げを伸ばしているのかを見ていきたいと思います。では参りましょう、はい、花形のビジネス戦略を直撃。37年前に L 型自動包装機を発売して以来、3億円から11億円へと順調に売り上げを伸ばしていった花形。しかし2011年、リーマンショックの影響で景気が急降下、売り上げは6億円に減少します。あまりにも急激でしたので、大変こたえましたね。リーマンショック後は大手企業や共同開発の受注が徐々に増え始めましたが、開発力が試される難易度の高い受注が多くなったといいます。共同開発の場合は全く新しいテーマを持って包装機械を作るわけですけれども、皆さん漠然とした状態でこんなものができたらいいねみたいなところからスタートしているので、実は花形、顧客の漠然としたイメージをすぐに形にできるといいます。その秘密がこちらの工場にあるそうです。部品から塗装、組み立てまで一貫した生産を行っております。もともと板金プレス加工としてスタートした花形、その技術力を生かし部品の製造から塗装、組み立てまで一貫生産しています。そのためしっかりとした図面がなくても試作機を作ることができるんです。で組み立てた結果、やはり部品の都合が悪いところが発生しても、もう1時間のうちには修正された部品が手に入ると、それが一番の強みだと思いますね。全ての工程を社内生産することでコストが抑えられて、通常の企業の倍の利益率を確保することができるといいます。しかしこの一貫生産はデメリットもあります。全ての工程で優れた作業員を配置する必要があるため、人材育成は
手を抜けないといいます。花形ではどのような社員研修を行っているんでしょうか。研修は特にやってないです。研修はやってないんですか。そうですね。 CM の後は展示会で繰り広げられる驚きの教育現場に密着。この和芸の最大ってどれぐらいなんですか。同業者のブースも遠慮なく視察に行っちゃいます。シュリンク包装機を自社で一貫生産している花形。ここをオンにすると優秀な人材を育てるのが現場です。花形ではオンザジョブトレーニング OJT を実施しています。先輩から後輩へ技術が継承されていきます。入社10年目の奥さんはこの道50年の大ベテラン石原さんからフィルムの接合部の強度設定について学びます。これやったら余裕がないからここ弱いんですぐ穴開いちゃうんで。これがね、花形ではどうしてこのような教育を行っているのでしょうか。フィルムの硬さとかそういうのなかなかこう言葉でっていうか紙では表現できないんで、実際にこうやってみると、やりやすいなということです。さらに展示会も教育の場として利用します。愛知県で開催されたチューブパック。花形のブースには営業部員に混じって開発課の小倉さんの姿がありました。普段は社内で図面を描くのが主な仕事なのでなかなか名刺を渡すタイミングがつかめません。ありがとうございます。いえいえ、箱に入れる方が慣れない接客に戸惑いながらも小倉さん製品の説明をしていきます。延長っていうのはなんで崩れにくくできるだけ渡りが良くなる。素人のお客様にもすぐ、分かりやすい説明っていうのができてないっていうのが一番実感できたので、そこをもっと上げていきたいなというのが。さらに同業者のブースに堂々と視察に行き情報収集。他社の技術に刺激を受けます。これからはやっぱり自分だけの満足じゃなくてお客様がどうしたら満足できるかっていうのを考えていきたいなっていうのは思いました。ユニークな人材育成が可能にした確かな開発力と技術力を武器に2011年に6億円まで落ち込んだ売り上げは現在11億円まで V 字回復。工場は現在フル生産の状態です。今まで以上に幅広い層のお客様からのニーズというのは増えてくると思いますね。我々はこれから先もですね、お客様一人一人と向き合って寄り添ってお客様が必要とされる包装機械を作り続けていきたいなという思いではおります。リーマンショック後の V 字回復、その陰にはこの花形を支えた一貫生産があったということですが、やっぱり大きな武器になりましたか。そうですね、特に受注生産機が増えるに従ってこの一貫生産というのは非常に大きな我々の強みになったと思います。一貫生産のですねメリットっていうとコスト的にこう安くなるっていうこともね一部あるんです。確かにね、その通りなんですけども、ただそれ以上にねもっともっと大事な大きな意味があるかと思うんですね。それは何て言いますか、その部品の意味を把握できるかと思うんですよ。部品から作るということは部品の意味が分かるんですよ。何かっていうと、例えば我々が洋服着るときにシャツとかネクタイとかね、それも部品と考えると、その部品が着た先の場所にそぐうかそぐわないか大事な問題ですよ。そうですね、ですからそれがきちんと合うかどうかって状況を判断することができるかどうかなんですね。それは洋服の意味なんですよ。で企業の場合も同じで、部品の意味が分かれば素早く対応できるんですよ。その素早く対応できるということは誰を喜ばすことができるかって、お客様ですよね。ですから企業にとっての素早い行動っていうのはお客様に全部返ってくることですから、そういった意味で一貫生産で部品から作るっていうことはものすごく大切な意味をね、この会社では実行されているという感じがしますね。で部品を作っている担当のね作業者にとってもこの部品がどのような場面で使われているかと、どのような重要性があるかと分かるんですね。ため、ね、図面には現れてないんだけれども、これはこうした方がいいなという鼻薬を効かせると言いましょうかね。そういったところも行われてきますね。
国内シェア 70% ですから、はい、あちこちでこう使われているお客様いらっしゃるかと思うんですね、はい、ほとんどのお客様をこう使ってしまって、ああ次のこう販売機会というものがですね、こう心配してしまう部分があるかと思います。いかがでしょうか、ね、もうそろそろ更新してほしいなと思うお客様に実際いらっしゃいますけれども、最近はやはり人手不足という中で、製造業でも非食品の分野のお客様、どうしてもこれまで人手で頼ってきた包装工程を自動化したいというお客様増えてきておりますので、そちらの分野で我々の新たな顧客層として現れてきていると。その使われる範囲といいますか、それが広がってくるわけですよ。シェアで 70% であってもその市場自体がでっかくなれば、はい、同じ 70% だったとしてももっともっとこう可能性があるということですよ、ね、可能性が広がってきますね。従来は我々のお客さんではなかった方々が我々のお客さんになるかもしれないということになりますね。改めてになるかもしれないですが、花形社長、これからの夢を教えていただけますか。今人手作業で包装しているんだけれども、これを合理化するにはどうしたらいいのと、全く包装機械というものを知らない、ご存じないお客様が増えてきているような気がするんですね。そういったお客様に対して我々が解決策を提供すると、日本だけではなくてどんどん国外にもアジアにもアメリカにも広げていきたいなと思っています。私はね、今日あの花形さんのお話を伺ってましてね、はい、ここまでのお話の中で学べることは何かっていうと、やはりその今最後話ありましたけども、お客様の抱えている問題解決するという方に行きたいということですよ、はい、問題解決するためにいろんなことに気づかなきゃダメですよ。で、気づくためには目の前の作業だけじゃなくて、いろんなことにこう作業を通じて、あ、これはこうすればいいって発見が出てくると思うんですよ。それは一貫生産で実現できるんですよ、はい、目の前の作業だけじゃなくて全ての作業を担当なさるので、ですからそのそれぞれの場でもって何が大事かってことを皆さん考えられますよね。ですからそういった意味では気づきも得られます。もう一つ、その気づきを促す上で OJT ですよね。で、 OJT っていうのはいわゆるその職人さんの世界なんかよく聞きますけども、言葉ではですね、うまくこう伝えにくい技術があるじゃないですか。以前この、まあ、暗黙知という言葉はこの番組の以前私お話ししましたけども、はい、あの暗黙知の世界ですよ、うん、うまく言葉できちんとこう説明できない、その要領ですとかコツですとか、はいはい、ですからその OJT を通じていろんな気づきというものが大事なんだなってことが今日この花形さんを通じて学んだんじゃないかなって気がしますね、はい、さあお知らせの後は内田先生が明日使える賢い儲け術を教えます、はい、本日の直撃ポイントをお伝えします。それでは内田先生、花形から学ぶ明日使える賢い儲け術教えてください。はい、私の今日の直撃ポイントは強みへの洞察です。いろんな企業それ強みはありますよね。ですがきちんとその強みを深掘りすることが、することができるかどうかですよ。花形さんの場合にはね、今日お話ありました部品レベルからも作られるわけです。一貫体制ですね、一貫生産するわけですよ。それはきちんと花形さんのお客様に対してそのニーズに対して真正面から向き合ってですね、そのきちんとニーズを叶えてあげると、うん、その力がこの会社の私は最大の強みだと思うんですよ。つまりニーズへの対応力です、はい、同じものをそれいっぱい作れば製造業としては一番楽ではあるんですよ。そうですね、その同じものを作ればいいってことで、はい、そうではなくてこの企業の場合、ね、あの受注生産するわけですから大変なわけですよね。でその意味をきちんと理解されていて、でそれを通じてお客様にきちんとお客様の満たすものを提供するということ、はい、実現されているわけですよ。そうですね、ということは何が言えるかっていうと、強みに対して自分たちはお客様に向き合ってお客様のためのものを作るんだということを全社で共有されているかと思うんですよ、はい、それができている企業は強いですよね。でそれをさらに OJT でもって補強してるんですよ、はい、OJT でそれぞれの従業員の方が現場でもっていろんな気づきもあるわけですよね。あ、これはこうすればいいんだなとかっていうことですね。その気づきもお客様に対して何かあった時に、あ、じゃあこれこうすればいいんじゃないかなっていう、そこにつながってくるわけですよ。ですからこの企業の中でその強みがこうシステム化されていて、きちんとそれはあのお客様のいろんなニーズに応えるというところにこうつながってくるんだと思うんですね。さあそこでですね、はい、明日この話から何が役立つかということです。これ何かって言いますと、強みを点検することだと思います。点検、はい、強みの点検というのはいろんな企業は強みがありますけれども、その強みがきちんと、業績につながっているのかどうかということですよ。もしそうでなければ、じゃあどこを改善すればいいのかなってことを考えれば次のヒントにつながるはずです。なるほど、これが今日私の直撃ポイントです、はいはい、さあ社長いかがですか。
改めて先生にねお墨付きをいただいたようで、これから明日からも自信を持って仕事を邁進していきたいと思っております。花形社長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。